ちは、テイクアイチャンネルのテイクアです。今日は雰囲気を変えて、こういった綺麗な場所で走っていきたいと思います。はい、綺麗なテイクアでお届けをしております。求めてない?求めてないね、これ。求められてねえわ。こんにちは、テイクアイチャンネルのテイクアです。いつもトラックで走ってるんですけど、ちょっとね、福井がトラック走れないっていう期間に入ってしまったので、珍しく、こういった坂、ここ今、滑らかな、坂になってるんですけど、こういった場所を利用して、3連機としての練習代表格、坂ダッシュをしていきたいと思います。今日は、この坂を使って、短いダッシュと、多少長いダッシュを繰り返していきたいと思います。まあそうすることによってね、大会は近くないんですけど、ダッシュ力、あと自分の姿勢を見直す期間として、そういった練習で坂を利用していきたいと思います。今日も一日、頑張っていきましょう。行ってみよう。お疲れ様です、はい、2セット終わりまして、今お互い走りのポイントを説明して、でお互い走って一緒に走り終わってお互いの反省を言うっていうのを繰り返してるんですけど、こういうのがね面白いんですよ。大人の陸上、今まで全然違った陸上人生を歩んできてるんで、お互い全然違った経験値があるんですよ。でお互い全然違う経験値をすり合わせると、全然違う視点からアドバイスが来たりして、それが自分にとってすごい有益なアドバイスだったり、一言でね、走りの意識が変わるようなことってあるんですよ。それが大人の陸上として楽しい。本当にこういう、今負けたんですけど俺は負けたんですけどね、それもすごい、1歩目、2歩目、3歩目、4歩目が偉そうなこと言ってね、俺がアドバイスさせてもらったことがすごいハマったのかなって思ったらね、それはそれで面白いんですよ。負けたけど、相手がすごいいい動きしてる、でも面白いんで、多分自分だけじゃないっていう陸上の練習があるとね、そういった視点があると倍楽しいんで、だから一人走ってないこの時間っていうのもすごい楽しいなって思いました。今日何セットってとか言ったっけ？言ってないだよね。言ってないです、はい、今日実はこれ3セットなんですよ。でもお互いの3セット終わった時点のモチベーション次第で次があるっていうプラスアルファ練習なんで、この後自分たちがね何セット行くかについてもお楽しみくださいどうかないや、いけるな、いっちゃうか、いっちゃう気がするな。ほうれん草でしたっけ？ほうれん草です。ほうれん草です。ほうれん草じゃない、大丈夫大丈夫。ほうれん草は大事ですけど、はい、違う違う、クリスマスだって。そう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 、それこれ取れてなかったからさっき。そうもういや、マジクリスマスみたい。これテイク2なんで。あ、どうぞ。8月メリークリスマス。あ、そうそうそう、メリクリメリクリメリクリっていうくだりを取ったんですよ
はい、3セット終わって、まだね、やっぱ走りたい。まだ終われない。ってことで、プラス1本。プラス1本いきます。ただ内容は、この後。この後すぐですよ。ほんとすぐそこなんで。場面変わったら走ってますから、ちゃんと見ててくださいね。はい、いきますよ。皆さん、福井県がやってくれましたよ。ここ、なだらかに、坂になってるんですよ。なだらかな、ゆるい傾斜の坂になってるんですけど、ここ見て、ここ。これ、タータンなんですよ。スパイク履ける地面なんですよ。すごくない？僕、知らなかったっす。福井来て4年。知らなかった。ここで、存分に走れる。やってこう。ここから、向こうの、白いポール、反射板まで、一本目の反射板まで、走っていきたいと思います。今日のね、サッカー練習の集大成、一本で決める。行ってみよう。お願いします。はい。はい、練習が終わりました。あ、違った、これ Vlog だった。はい、練習が終わりました。なんだろうそれ。求められてないですね。はい、最後ね、最高の練習場所を見つけました。ここ、この向こう約 100m 坂のタータンが続いて、スパイクが履ける状態で、なおかつ街灯があって、夜も練習できる、一人で集中できる練習場所を見つけたんで、ぜひ皆さん来れる人はね、活用してください。できれば教えたくないけど、できればね、教えたくないですよ。はい、じゃあこちら見えるかな。福井県健康の森ウォーキングコースでございます。こちら周回ウォーキングコース約 1.6km、 現在ここです。ここから約 100m、 なだらかな坂が続いているんですけど、その下は全部スパイクが履けるタータンでございます。ぜひここ活用して、みんなも足早くなりましょう。福井県の人、最後までご視聴ありがとうございました。俺もここの坂で走ってみたいって思う人は、ぜひね、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね。